竜造寺高信。竜造寺高信は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。非全国の戦国大名。仏門にいた時期は中納言演説望を称し、原俗後は始めた根信を名乗り、大内義孝から返記を受けて、高種、ついで、高信と改めた。五州二等の大衆の称号を、自らは、好んで用いたが、非善の熊の異名を取った。 小二を下国城で倒し、大友氏を破り、島津氏と並ぶ勢力を築き上げ、九州三強の一人として称されたが、島津、有馬氏の連合軍との戦い、沖田川手の戦いで不覚を取り、敗死した。竜造寺氏の出自については、諸説があるが、本性を藤原氏秀里竜と称す。今日2年、1529年2月15日。 竜造寺家剣の孫にあたる竜造寺地下への長男として、比善佐、家群水が、工場の東館天神屋敷で誕生。幼少期は、法輪院の王子、合格和尚のもとに預けられて養育された。天文五年、1536年、7歳の時に、出家して、児相となり、中納言房あるいは中将を称し、法名を、縁月、縁月とした。縁月は、 12、13歳の頃より20歳くらいの知識があり腕力も抜群であったとされる。まだ15歳の僧侶であった頃、法輪院の同僚が付近の領民と異いを起こし、院内へ逃げ込み門戸を閉ざしていた。これを領民6、7人がこじ開けようとしていたのを縁月が1人抑えていたが力余って扉が外れ、領民45人がその下敷きになった。 領民は恐れをなして逃げ帰ったという。天文十四年、1545年、祖父、竜造人イエスミと、父、近家が、主君である小西に対する無本の権威をかけられ、小西重臣の馬場より地下によって中殺された。遠月は、祖祖父の家県に連れられて、筑後国の河地市のもとへ脱出した。天文十五年、1546年、家県は、 かまちあきらせいの援助を受けて挙兵し、ばばよりちを打って、竜蔵寺氏を再興するが、その一年後に、家県は、高齢と病のために死去した。家県は、縁月の器量を見抜いて、減続した水が、高流蔵寺氏を継ぐようにと遺言を残した。それに従って、翌年、縁月は、重臣石井金清の先導で、金清の屋敷に入り、減続して種氏を名乗り、水が、 高竜蔵寺氏の家督を継ぐことになった。しかし種神が水が、後家の家督を相続するに及んでは、一族、老親らの意見は割れた。そこで、八万宮にもう出て、九次を三度引き真意を問うたが、九次は三度とも種神を選んだため、家督相続が決定したという。その後、竜蔵寺本家の当主、陰影に従い、天文十六年、1五百四十七年には、 陰影の命令で出筋に当たる小二冬名を攻め、勢い副祉城から追放した。天文十七年、1548年、陰影が亡くなったため、種心はその未亡人を埋め取り、本家、村中隆蔵寺の家督も継承した。しかし種心の家督の取りに不満を持つ綾部鎮公、党の家臣らも少なくなく、種心はこれを抑えるために当時最後随一の戦国大名であった。 大内義隆と手を結び、翌天文19年、1550年には義隆から山城守を式創され、さらに実名の一時を与えられて7月1日に、高種と改め、ついで同月19日に高信と名乗った。高信は、大内氏の力を背景に、家臣らの不満を抑え込んだ。また、同年、祖父、家順の娘である重臣、 鍋島清房の性質が死去すると、高信の母、喜びには、清房とその子、直重は当家に欠かすことができない逸材として、押しかける形で皇室に入って、親戚とした。天文20年、1551年、大内義隆が、家臣の東高房、後の春方の謀反により死去する、大明寺の変と、後ろ盾を失った高信は、密かに、 大友氏に通じて、龍蔵寺明憲を、龍蔵寺当主に擁立せん、取った、家臣、土橋久島すらによって、肥前を追われ、筑後に逃れて、再び、柳川城主の河内明政の下に身を寄せた。天文22年、1553年、河内市の援助のもとに挙兵して勝利し、肥前の奪還を果たす。その際に、織田正光が教順にし、 戸橋久ヒサ駅は捕らえられて処刑され、竜蔵寺・明キは、高信正室の兄でありさ、家軍に帰らせて、所領を与えた。その後は、勢力拡大に奔走し、永禄2年、1559年には、かつての主家であった、小二子を攻め、勢い副事情で小二冬名をおおじがいに追い込んで、大名としての小二子を完全に滅ぼした。また、 えがみや犬塚氏などの比ぜの国人を次々と下し、A63 年1560年には千葉種、大を攻め滅ぼしている。さらに小西市休の馬場氏、横岳市なども下し、A64 年1561年には川上京合戦で熊代勝都市を破り、A65 年1562年までに東比ぜの支配権を確立した。 このような急速な勢力拡大は、近隣の有馬市や大村市などの諸大名を震撼させ、A66 年、1563年に、両家は連合して、東非善に侵攻するが、高信は、千葉田ネレンと同盟を結んでこの連合軍を破った、担当下の戦い。これにより南非善にも誠意が及ぶようになったため、今度は、文後国の大友総林が高信を危険視し、 小二氏の生き残りである小二政教を支援し、これに馬場氏や横岳氏ら小二支給審が加わって高信に対抗する。A62 年1569年には総林自らが大軍を率いて非善信仰を行うが、毛利元成が無全国に侵攻してきたため、総林は非善から撤退した多伏せ口の戦い。その後、元成を破った総林は、 元気元年、1570年に、弟の大友近さを総大将とする三前の軍を組織し、非前に進行させる。しかし高信はこれを、鍋島信を、後の鍋島直重による奇襲策によって撃退した。その後、大友氏と有利な和睦を結ぶことに成功したが、高信は今山の戦いで勝利は収めたものの、局地的な勝利に過ぎなかったので、この時点で、 大友氏の非善支配を排除できなかった。今山の戦い以降も、大友氏が軍勢動員の触れを高信に送って、また子、聖火が大友総林、義重から、変岐、鎮の字を賜って一時期、鎮剣、重友と名乗っている。高信が周辺の国人を滅ぼしたり、従属させるたびに、総林からき問の使者が来ていたが、結局既得権として切り取った領土を認められ、 耳川の戦いまでに確実に領土を広げ、力を蓄えていた。元気三年、1572年、小2政教を秘前から追放する。天正元年、1573年には、西秘前を平定し、天正三年、1575年には、東秘前を平定する。天正四年、1576年には、南肥前に進行し、天正五年、 1577年までに、大村墨忠を下し、天正六年、1578年には、有馬静墨の松岡城を下して、非善の統一を完成した。天正八年、1580年4月に家督を、着難、聖火に譲って、自らは、須古城へ隠居する。しかしなおも、政治、軍事の実権は握り続けた。天正六年、1578年、 大友総麟が耳川の戦いで島津義久に大敗すると高信は大友氏の混乱に乗じて大友氏の両国を接見し大友氏からの完全な自立を果たしそれまで対等な関係であった国衆を複属化させ戦国大名化した天正八年1580年までに筑前国や筑後国、肥後国、武前などを勢力下に置くことに成功している しかし、天正八年、1580年、島津と通謀した、築後の河地鎮笹波を暴殺し、ついで、柳川の鎮笹波の一族を皆殺しにし、また、天正十一年、1583年に、赤星光流系が高信の命に背いた際、人質として預かっていた赤星の幼い息子と娘を殺したため、高信は、 地下の諸長の一部からも冷酷な印象で見られるようになる。天正九年、1581年、龍蔵寺軍は、龍蔵寺政家を首相として、日越進行。四月までに、山賀軍の小城親伝、菊池軍の熊部近長、大津山市冬、戸原新軍、増式軍の海州運、甲子軍の甲子親ため、秋田軍の城地かかた、ワイフの赤星光屋、 熊軍の相良義洋が参陣した。また、先陣の鍋島信正は、ワイフの赤星千方か、山本軍の小賀主義房を下し、日後契約は完了、竜造寺軍は帰陣した。同年8月、島津忠平、吉弘が北上し相良市の水俣城を攻めたため、相良市、阿蘇市、海市らは、南関に陣する竜造寺暴れに救援を求めた。 家晴れは直ちに遠平を差し向けたので、島津忠平は、八代に退いた。天正十一年、1583年、家晴れは、筑前、非前、筑後並びに、日後の味方の兵を自ら率い、北小江戦士では三万七千余、島津は、伊集院、新色、河山、木入等の手勢を集め、高瀬川、源、菊池川を挟んで退治したが、秋月種々の仲裁により、 高瀬川より、辰巳、東南を、島津良、犬居、北西を、竜造寺良と定めて、天正十二年、1584年に、両者は僕に至った。これを聞いた高信は、島津と一戦もせずに講和したことを憤き通ったという。もっとも、島津市の家老、上井閣県の、上井閣県日記天正十一年九月二十七日の講には、 秋月種真の使者が、熊本、熊本に参じて、竜蔵寺との和平及び、共に、大友を撃つことを島津方に終戦した上で、高信及び種真は、島津義久を、九州の仕事は仰ぎ立てつると述べた都市島津川に、立った気がなされている。天正十二年、1584年3月、有馬春信が竜蔵寺市から離反する。 春信の縁石である同地深江城主、安富淳也、淳太夫氏は、以前流造おじ方であったが、有馬春信は、深江城を攻め、島津がこれに加勢したた、高信は、深江城を救援し、有馬を撃つべく、軍勢を差し向けた。しかし、有馬攻めは、父として進まず、これに豪をにやした高信は、自ら大軍を率いて、島津、有馬連合軍との決戦を決意する。 龍造寺軍は2万5千の大軍であり、島津軍はわずか1万未満と圧倒的な兵力差であったが、龍造寺軍は大軍の進行が不可能な愛路に誘い込まれ、島津義久の弟、島津家久軍と有馬勢から攻撃されて敗北を喫死した。龍造寺方は多くの将兵を失ったのみならず、大将の高信が、島津氏の家臣、川上氏剣に討ち取られてしまった。 去年56、法名は、対岸総流、法軍院と合した。重臣の鍋島直重は、高信の不法に接し自害しようとしたが、家臣に押しとどめられ、柳川へと撤退した。島津軍に打ち取られた、高信の支給は、島津家久によって首実験された後、竜像寺家が支給の受け取りを拒否したため、元行寺、玉名市に葬られたと言われる。現在、 高信の公式の墓所は、鍋島市と同じ佐賀県公伝寺にあるが、戦いで討ち取られた首の行方には小説あり、人物、逸話も参照、高信の塚と称する者が、長崎県や佐賀県内に散在している。太字の、死因を含む人物が、高信より変岐を賜った人物である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。